教えてよ。は？何が好きか。現金。僕と同じじゃないか。私たちはよく似てるね。あ、また揃った。どうも皆さんこんばんは、かかととでございます。はい、やってまいりました、かかととコラボ祭り。決めたのは、昨日の昼です。なんかね、スケジュール見たらなんか9月後半なんか4人ぐらいコラボがずらっと溜まってたから、勝手にかかととコラボ祭りと称してやらせていただく本日第1回、プニノコさんとのコラボなんですけれども、本日何をしますかと言いますとですね、なんとブルジョア、ブルーシュカなんだったか忘れたけどで、同じキャラを使ってワイマネ稼ぎがしたいということで、まあ結構策は打ってあるんだろうなと思われるんですが、てか普通にシュカループあんまやったことないんですけれども、まあノリでやればなんとかなるかなと思ったんで、はい、早速やっていきたいと思います。では行こう、かかとと。さあ、ということで早速やっていくんですけれども、先ほど述べた通りですね、かかととはシュカループをあまりやってこないで、まあ新シリーズとしてシュカループの動画を出そうかなと思って、早4ヶ月放置してある的な感じのシュカループなんですけれども、まあ仕組み的にはブルジョア打ってシュカのデカプニをシュカの必殺技で消せばなんとかなるかな的な感じだと勝手に思っているんですけれども、まあこの前やって思ったのは、そのボーナス玉とタイム玉をどれだけ早く消せるかが重要になってくるんじゃないかなと思ってるのですが、結構いい感じにシュカが膨らんでいく。やり方違ったら申し訳ないけど、かかととはこのシュカループしか知らないんだよな、ということでやっていくんですけれども、合ってんのかな、まずやり方合ってるかすら分かんない。パーティー今回考えるプニノコさんなんだよな。まあでもね、頼まれたからにはちょっと全力でやっていきたいと思います。さあ、ということで、1回目のフィーバーが終わったということなんですけれども、ダメージは1000ちょっと、普通にやばい気がすんな。シュカーループ練習しなさすぎ問題。まあでも1回目のフィーバーの反省点的には、ソルカのその技が貯めるのも遅かったから、あのシュカのデカプニが2つある時に、まあちょっとソルカのデカプニを作るのもありかなと思っているんだが、早速2回目のフィーバーに入ったということでやっていくが、大丈夫かな。ソルカは膨らんでいる。これを消したいけど消せるのがないということで、むずいぞシュカループ。なんで練習しなかったんだろう。これは要練習が必要かもしれない。それに気づくのがコラボ中っていうちょっとひどい感じなんですけれども、やばいぞ。普通にダメージ出ないんだけど、ループ的にはまあ個人的にはできてるのかなと思うけど、ちょっとシュカループのやり方見てこればよかったな。やばい。ちょ、一旦録画止める。録画止めて見る、見てやる。ただできる気しねえんだよな。ちょっとどうしたらええんやろうな、シュカループ。ちょ、わかんないけど、とりあえずちょ無心で頑張ります。さあ、ということで、おそらくね、今回の動画で、ラストになるフィーバーだと思うんですけれども、ちょっとあのメンタルがねすごいやられてるんよ。マジでシュカループのさ、コツとか聞けばよかったわ。ちょっと今さら後悔してる。マジでね、1000万ぐらいしかダメージ出ないんよ。なんか結構これできてるように見えるけどさ、なんか他のプリチューバーの動画見るとなんか普通にタイム完走してたりしてるから、わー、そこまでできるようにしたいなと思ってるけど、ガチできついんだけど。コラボ動画でさ、なんかこんなになんか反省動画みたいなの初めてだよ。はい、もうなんか気力がなくなってくるんだけど。それってどうやってやってんだろう、あれ。もう本当になんか時間のちょっとさ、あの技打ち終わってから次の技打てるまでの間を最大まで短縮したらできんのかな。またこれ終わったら見る。しかもこれ割と長いよな。今何分ぐらいやってるかわかんないけど、マジで永遠としかタップして、その膨らんだのを何とかしてって繰り返してる。しんどいな、これ。なんかスコアター上位層でしたみたいな人たち結構いるけど、すごいんだなって思ってきた。プニノコさんどこまで行ったんだろう。まあ、あんまね、あ、
プチトコさんの、あの、シュカルビ見たことないから、だからどれぐらい言ってんのかわかんないけど、まあ、シュカで喧嘩売ってくるってことは、まあ、ある程度、やつはできるんだろうなとか、カトとは思っているが、はい。喋ってないで、頑張ります。さあ、ということで、あと10秒ぐらいで終わるかなという感じなんですけれどもね、まあ、かかととして、まあ、あの、一番初めのフィーバーからは、まあ、そこそこ、てか、ちょっとは上達したと思うんですけれども、いや、シュカループって案外奥が深いんだな。なんかみんなも今回、ブルジョア結構出るらしいから、ちょっとブルジョア出して、多分、ダブルゼータの、その、タップして、なんか、膨らむやつがあれば、できると思うんで、みんなもやってほしいんだな。割とむずいよ、マジで。見た目よりむずい。そして、このあと10秒、全然悪気しないので、早送りで。はい、ということで、あれからね、5分ぐらいやってるんですけれども、ようやく、タイマーがゼロになったということで、もうそろそろ終わってしまうかなと思うんだが、まだ打てる。むっちゃ時間かかるんだけど、これ。ただ、今ここで終わりました。果たしてスコアはどうなったんでしょうか？結果の方見ていきたいと思います。結果はですね、1億、84億。まあ、頑張った方でしょう。